こんにちは、速稼塾の久保です。誰しも最善を尽くして選択をしますね。そしてその時その時で、ベストを尽くすと思うんですよ。でその結果が今日なんですよね。だとしたら今日は今までの人生で最高値なんじゃないかなと思います。でも中にはですね、こんなはずじゃなかったという今日を過ごしている人もいると思うんですよ。ということは過去のどこかで選択を間違ってきたか、もしくは間違い続けてきた結果今日に至ったんではないかなっていうふうに紐解くことができるんですね。これが私の言う自己否定論なんですよ。あの時は最善を尽くしたつもりだったけども、今振り返ればあれが悪手だった、いわゆる悪い手だったということなんではないかなと、そういうふうにね、過去を恐れずに振り返ることですよね。で私は昔のことを思い出したりとか昔を悔いたりすることはあんまりないんですよ。というのが、全てを積み上げて私の人生の私は宝だと思ってるんですよ。どんなひどい目に遭った時も、どんなに惨めな時でも、敗北いっぱい血にまみれた時でも、それは私以外ではできなかった私だけの失敗談だと思ってるんですよね。そして同時に、成功と言えるのかどうか分かりませんけども、何かうまくいったな、よしやったぞっていう時は、これも私だけが体験しうる宝だと思うんですよ。で人生をもしね、将来振り返ることがあるとしたら、全てをかき集めて久保哲郎という私ができていると思うんですね。だからどれもこれも全て私を形作るのに必要な要素であり、経験であり、失敗であり、成功だったのかなと。その時だけ自己肯定をするんじゃないかなと。全てが終わって、もしね、死っていうものが私の人生を終わらせるとしたら、その時が私の人生の完成品ですから、いい作品ができたなと思えるんじゃないかと思うんですよ。である人に言わせれば、人生の 99% が不幸でも最後の瞬間 1% が幸せならば、それは幸せな人生だよというふうに言ってくれました。これは確かマザー・テレサだと思うんですけども、確かにね、そう思いたい気持ちはありますし、それは真実なのかもしれません。ただ私は将来どう思うかではなくて、いつもね、今どう思うかだけで生きてるんですよ。もしこの動画を見てる皆さんが今とても苦しんでいる、苦痛にあいでいる、自分では解決できない問題に立ち当たっているとしたら、それはどうですかね。それは仕方なく訪れたことなんですかね。それとも自分が選びに選び抜いてたどり着いた現実だったんでしょうか。もしくはその苦しみや悩み、そういったものを紹介した後には何か報いが待ってるんですかね。例えば受験勉強のように、苦しい勉強を通り抜けたら志望校合格というふうなね、報い、ご褒美があるのか、それともただ単に苦しいだけなのか。よくね、努力の向こうには何か成果や結果があると言われますけども、努力をしただけで何もなかったっていうこともあると思うんですよ。どうですかね。私はあんまりそれを考えないんですよ。もっと言ったらですね、無に向かって努力するっていう言葉が結構好きで、やり込んだ結果何もないかもしれないけども、やること自体にね、ものすごく喜びを感じてしまうんですよ。まとめて言うとですね、夢をつかむっていう言葉は青臭くてあんまり使いたくないんですけども、仮に今回夢をつかむというテーマでお話しするとしたら、夢をつかんだことって確かに素晴らしいことだと思いますけども、それ以上に夢をつかむために熱心にそこに突き進んでいる時の方が多分ね、楽しいんじゃないかなと思うんですよ。夢っていうのはつかんだ瞬間に現実になる、要するに目が覚めるんですよ。そして手に入れた瞬間にどんどん焦っていくんですよね。なかなか感じにくいことだと思いますけども、例えば iPhone、 こんなものが初めて日本に上陸して、私が初めてね、その iPhone っていうものを買ったのが 3GS でしたけども、それがこの手の中に入った時の感動っていうのは本当に久しぶりに味わったカルチャーショックだったですね。そして実はね、多くの方が今日 iPhone を手にしても当たり前のように感じてると思うんですけども、私はね、今日も感動してるんですよ。初心忘れるべからずじゃないですけども、一番最初に iPhone を手にした時、まさに私が欲しかった最高のデバイスがこの手の中にあったなと、それを感じた瞬間だったんですけども、今日も同じように感じてるんですよ。昨日もです。明日も多分感じるでしょう。そして私は今ですね、家庭を持って子供がいて、奥さんいるんですけども、これもよく言うことなんですけども、私はね、今日も子供に会えたことを感謝してね、感動しましたね。そして奥さんに今日もときめいて
まあ、恋をしてるんですよ。こう言うとちょっと恥ずかしいんですけども、でも現実だからしょうがないですね。よく男女の出会いってのはピークでそっからだんだん焦っていくと言いますけども、私にとって当てはまらなくって、出会った時がピークなら今はもっとピークなんですよね。新しい魅力や新しい、喜びをこの暮らしの中で感じるセンスを身につけていくことによって、同じに見えているものでも日々感謝して感動することができると思うんですよね。で、今日はね、こうつらつらと何が言いたいかってことなんですけども、タイトルにもあるように夢は現実化するということなんですよね。先ほどお話したような夢ってのは掴んだ瞬間に現実となってハッと我に返って急に色褪せる。 iPhone だって当たり前のように使ってたまには本投げることもあるし、どっかに置き忘れることもあると思うんですよ。でも初めて買って感動した時ってそんなことってなかったと思います。相当大事に扱ったと思いますし、もしかしたら保護フィルムも貼ったかもしれません。ちょっとしたことで落として大丈夫かなと思ったかもしれませんし、 iPhone の機能の全てに感動したと思うんですよ。でもだんだん慣れてくるでしょ、忘れるでしょ。これがだから目が覚めた状態です。いや、どうせ生きてるなら、私は無我夢中というね、夢って書くんですけども、無我夢中でいたいなと思います。それは何かを目指すときに全身全霊を注ぐこと。それが例えば破滅に向かうものであっても、私は流されるままに破滅するんではなくて、自分の位置で勢いをつけて破滅に向かおうと思ってますね。まあ、ですので私が事業をやって借金を作り続けたとき、社員からの信頼もなくし、もう店舗の成長も望めなかったとき、どうしたかというと、私は最後の一瞬まで自分の思い通りにやりました。まあちょっと下世話の話になるかもしれませんけども、まあ、下世話だと思わないでください。私は毎日ね、キャバクラに行きました。そしてそこで若い女性を指名してボトルを入れてね、楽しい一日を一日でも長く過ごそうと思いました。なんで下世話の話と思わないでくれって言ったかというと、そこにはきちんと働いている人がいるからなんですよ。下世話でも何でもないです。例えば私が風俗の話をするとしますよね。これも下世話ではないです。そこで全身全霊でサービスに徹する女性の権利があるからなんですよ。まあ、もちろんね、じゃあそれを自分の娘や家族や奥さんがやったらどうかって言ったら、それは面白くないですよ。不思議なもんで、吉田さんが言ったように人間ってのはこの思考の切り替えがですね、我が身の時と我が身じゃない時って全く、客観的になることができるんですよ。今回の例もその例ですよね。風俗関係で働く人の権利は認めるけども、じゃあ自分の身内が風俗やったらどうかっていう問題にはね、なかなか答えにくいですね。それで夢を叶えるっていうタイトルだったんですけども、夢は叶えた瞬間現実となってハッと目が覚めると言いましたよね。私はね、未だに目が覚めてないんですよ。毎日夢を見て暮らしてるようなもんです。まさにこの隠居暮らし、今日も昨日も明日も朝起きて全く予定がないと、何をするのも自由。でも私は数年前まで自由はなかったです。自由を謳歌してるつもりでもかなり制限されてました。特にお金に関してですね。多くの人が夢を叶えるために手段としてお金を追い続けますが、いつの間にか稼ぐことが目的になって、何のためにそれを手に入れようとしたのか忘れてしまうんですよ。しまいには、私はお金そんなにいらないんですって言い始めます。でもお金がなくって何かが手に入るんですかね。お金を使わなくても何かが成し得るとしたら相当な人格者だと思います。私は申し訳ないが、そんなに高い人格を持ってないし、特別な人間でもないし、影響力が大きいとも思ってません。だから何か手に入れようと思ったり、誰かに何かお願いするときってお金を使うぐらいしか思いつかないんですよ。もちろん私の誠意で、いやそんなの手伝ってあげるよっていう人が現れることもあります。それは本当にありがたいことだと思います。でも基本的にお金を使わずにね、誰かにお金を渡さずに何かを頼もうとか成し得ようってなかなか思えないんですよね。だって毎日電気がつきますよね。電気代払いたいですもん。 NHK 見ますよね。 NHK の受信料払いたいですからね。そして誰かが私に誕生日に一本の電話を入れてくれた、手紙を書いてくれた、そこにもきちんとコストがかかってます。やっぱ恩返ししたいですからね。だから私は本当にね、夢を見ながら生きてるのかもしれないですね、いまだに。で、その夢が見れないようなものはどちらかというと無視してるのかもしれません。辛い現実とか、そんなにうまくいかないよっていうのは私は無視してるのかもしれないですね。だからまあ自分の苦痛にはかなり鈍感です。
そして多くの人が現実に寄り添って苦しみを得るぐらいなら、ずっと夢を見てふわふわした方がいいんじゃないかなと思うんですよ。人生そんなに長くないですからね。100年も経ってもこれみんな死んでしまいます。みんないなくないです。これから100年後想像してみてください。多分私もいないです。あなたもいないです。みんないないですよ。たった短い人生で何を遠慮することがあるのかなと。自分の思い描いた夢のまんま、自分の思い描いた人生のまんま、そのまま生きていけないんじゃないかなと思うんですよ。少なくとも、お金のために苦しめられているんだったら、早くねお金の問題を解決して自分の人生を進んでもらいたいなと思いますね。まあ今日お話しすることはそんなことですかね。まあ一言でまとめると、夢はつかむと現実になり目が覚める人がいます。大抵そうでしょ。私は未だに夢を見ている無遊病者みたいなもんですね。でも限りなく幸せですよ。夢を見てる方が現実を見るよりもいいかもしれないですね。そんなとこですかね。いってらっしゃい。